お疲れちゃんスラッです。今日ですね、こちらのフェニモン三種やっていきます。というわけで、この新カードの文句がですね、なんと三重種とめちゃんこね相性がいいというわけで、ちょっともうずるい技をね、ちょっと皆さんに教えてあげようかなということで、まあ、やっていこうかな。7号一旦目指そうかな。トロフィー7号行くともうリセットされないので、まあ言っとけば、まあ言っとけばね、なんかチュートリアル終わったぐらいの感覚だと思うので、とりあえず7500目指していきます、今日はね。はい。で、この文句と三重種何がいいかっていうと、まあこの文句三種か、まあ三種って呪文に弱いんですよね。うわ、なんかすげえデッキだ。来い来いよ。耐えます。呪文に弱いんですよ。まあとりあえずファイボとか、まあ、ポイズンとかライトニングとかに弱いんですけど、まあ特にね、本当にファイボがきつい。三種はマジでファイボでもう全部処理されるやんってなっちゃうんですけども、まあそのファイボをね、文句が跳ね返せるよっていうので、マジでこう文句の後ろに三種つけるだけでね、相手からしたらマジきついみたいなのをやります。てかもうそれだけですね。はい。まあ相手の呪文がね、別にポイズンとかライトニングとかだったらあんま関係はないんですけど、はい、一旦ね、エリポン置いていきます。はい、三種の強みはまあエリポンでもあるので、エリポン置いて、なんか相手プリンも吹きアームいるっていう、ちょっとこう珍しいね、コカッちゃんですね。さあ、でフリーズなのかな、ロケットなのかなって感じなんですけど、まあ、あのグッドゲームはなんかもう辛そうっすね。はい。まあ、じゃあこのケツ文句からの端前三重種、文句の後ろに三種つけて即反射を使うと、マジでこれ相手、まあ、ロケとかだったらね、ロケ打っても反射できるんで、よし、これ早く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 、一旦ね反射しとくと、マジで相手何もできないんでね、言ったら。いやー、でもフリーズなんで、ただただ綺麗に防衛されちゃうかもしれない。おっ、うわ、強っ、お前。マジで。ミニペぶっ飛ばしたぞ。さあ、まあ今回は、相手の呪文がフリーズっていうのもあって、よいしょ。さあ、無双してますね。ギャングこの辺に。チラララララーン。さあ、まあ、フリーズなのでエリポンがねただ暴れて、まあ相性が良かったかなっていう感じですね。まあ相手これファイボとかマジロケだった時にガチ強いんでね、まあ、特にファイボ、まあ、ウッドとかも全て跳ね返せるんで、マジとりあえず文句からのあえて三重種を固め出しすると、相手はマジで対応できなくてみたいな、呪文も打てないみたいな、でそうなってなんかマジ事故ってワンパンみたいなのも結構あるんで、マジで文句からの始まり三種は、まあ、めちゃずる戦術の一つとして、まあ、知っといて損はないですね。なんだ、ワンチャン掴んだりもできそうですね。そう、うわー、マジで追いつけねえわ、やべえわみたいな、もう大ダメージ受けて取り返さないと勝てないみたいな、ワンチャン起こせるのがこの文句からの始まり三種だと思うんで、まあ普通の三種みたいな立ち回りしつつ、エリポン貯めてね、なんか綺麗に形組むのもありですし、おお。さあ、クエイクっすね。なんか久々に見たな、最近文句が強かったんで、てかフェニモンか、フェニモンに対してやっぱクエイクが腐るんでいなかったんですけど、来ましたね。で、圧着とかはもう餌っすね。はい、文句の、まあデリー、なんだろう、ダークプリの、あー、エリゴレっすね。さすがにエリゴレの顔してるっす。エリゴレじゃない、エレジャイだ。なんか似てるみたいなのない。まあエレジャイクエイクなんで、まあ三重種は残るよねというわけで、しかもこれトルネで吸いにくいと思うんで、はい、もうこれで言ったら文句つけれた方がいいっすよね。圧着衣とかも全部反射できるんでね。はい。これマジで強いんですよ。相手のユニットも突破できちゃうし、呪文もね、跳ね返せる。さあ、この文句三重種の形が強すぎなのと、まあ相手のね、エレジャイが餌だったっていうのもあるんですけど、マジで終わりそうっすね。
えぐくね。簡単です。はい、まあ、ライトニングとか、なんだろう、ライトだったらもう固めてしまえばいいんですよ。三重子は固めて、アイゴルとかも全部固めて、固めてしまえば三重子飛来心で延命できるんですよね。でポイズンだったら、まあセパして、まあエリポンだったり貯めたりができる。でファイボは三子処理されやすいけど文句で跳ね返せるんで、みたいな。でロケもエリポン貯まるみたいな。三子もなんならね、文句で反射して延命もできるみたいな。考えるとマジ全ての呪文に対して戦えるんですよね。そうで、クエイク相手にはフェニックスも三重子もね、今みたいに生きるよねっていう。マジ呪文に弱い三子がこの文句のおかげで一体何に負けるんだっていう。まあ何にでも負けるみたいなとこあるんですけどね。マジでなんかデッキパワーマシマシになっちゃいました。さあ相手ヒースピなんで、チンパン仲間か。ダークブリだと三者なそうですね。まあエリゴレとかゴレとかかな。まあ一旦置こうぜ、リポン。なんかずれたけど1。おお、え、グッドゲームですね。じゃあもうだって文句いるもん俺。マジ何も怖くないっすよ、あのスパーキー。よいしょ。さあ久々に見たっすね、スパーキー。マジでここ最近いない、いないっすからね。はい、お疲れ様でした。マジないよね。でこういうのはちょっときついんでね、誘導してあげて。よいしょ。まあちょっとダメージ受けてるけど、えとか文句めっちゃ刺さってる。なんだここのヒースピで卵延命みたいな。いやマジでこれボコボコゲーが始まる。さあザップ打たざるを得ない。やばてかマジ三重子というかもうフェニモン強すぎていたのみたいな感覚っすよね、スパーキー。前動画で一回当たったんですよ、スパーキー。それ以来ですね、本当にいないっすもん。なんなら自分から行っちゃう。諦めたか、無理やんつって、勝てるわけねえやんって。はい、えぐ。これが文句の圧というか、もう文句っすよね。さすがにどうでもできないよ。さあ三重子は今まで確かにスパーキーきつかった、ね、きつかったんだけど、逆に文句によって神相性になるっていう、そういうなんかひっくり返りもね。さああるよと。いやーもうすぐで75っすね。75いったらもうトロフィーの変化はないので、まあ、あとはね、リーグ上げるだけかな。一旦75行こう。なんか7499とかでマッチングすると、トロフィー1だけもらえるみたいな。逆に相手はね、もし負けても1しか減らないよみたいなのも、ちょっとあるみたいなんで、ちょっとそういうの見てみたいね。さあ、文句がいる限りね、スパーキーはもう、蘇れないよね。うん、救う方法がなんかないっすよね。この反射のスキルを。どういじれば残れるんだっていう。短くするとかね、なんか何か文句をいじるか、まあスパーキーにね、なんかね、雷系の攻撃はチャージするみたいな。やっぱ雷ビリビリ系に弱すぎるんだ。自分の跳ね返された、えクエイクのスパーキーを何ならチャージして次の威力が2倍になるみたいな。がないと思う。かわいそう。さあなぜか知らないけど、めちゃんこクロスっぽいのにクエイクっていうちょっと謎が来たっすね。ホグなんだ。さあホグクエイクか。まあ、ホグクエイク、まあ、テスラも嫌だし、てか、ま、いろいろ嫌なんですけど、まあ、おぉ、アーチャーのへ、ホグクエイクか。さあ、どうしようかな。クエイク、マジで安い。
さあこれはきつそう。いやーファイスティが飛んじゃったな。いやめっちゃいいホグだなこれ。やばくない？天才すぎんこのホグ。まあタゲを取り取ったかったのかもしんないけど、俺からしたらバカ痛いダメージです。でマジで文句で稼ぐしかないんで、ここはもう文句に行けタゲ熱い。アーチャー処理できる、タワーもダメージ稼げる。え、これ三振残るの？熱っ。てか卵も残ってる。スケだけ来るですよね。お得に対応したいんだ。ないと。さあこれ勝てるかな。うおい、あぶねえ、あぶねえ、マジで。さあこれきつかったっすね。なんか31が残るといえど、テスラとキョスケとアーチャーっていう結構鉄壁出したね。あぶねえ。さあまあなんかクエイコーグのなんだ、アチャクイではなくてアーチャーになってて、まあボムとかじゃなくてね、テスラっていう。テスラね、跳ね返せないんですよね、文句で。そう、それがちょっときついね。ここ最近ボムタワーが施設でやっぱ優秀なんですけど、ギャングとかいたりとか、なんか4コスで万能、めちゃめちゃボムなんですけどね。やっぱテスラはテスラでちょっと強いね、フェニックスに対して。まあでもあんなきつそうなのにもね勝っちゃうって。さあエクリプスですね。出た。7500いってるけど、マルチするこの7500に行こうとする人たちをいじめる役割ですねマジで7500いったら試合する必要ないですからね。勝っても負けても減らないんですよ。減らないし増えないんですよ。意味わかんないでしょ。でもやってる。マジいじめ。7500昇格させないぜですね、エクリプス。まあドリル使いですね。いつもファルチェドリル使ってる。え？ああこれ出た。文句の反射で反射を反射させられる。だからムートを反射してるんだけど、それがまたね反射させられてるっすね。珍しいっすね。人技というか、なんか陸系使ってる、あんまイメージないっす、うん。いやーマジで強すぎるお前は。さあ最強文句で三死はしばかれちゃうね。まあでも相手は多分ね中型スペルがなさそうなので、まあエリポン貯めたいね。古城ババが次ちょっとめんどくさいけど、うん、ノックバックもこれで間に合うのか。さあちょっときつそうだけど、ファルチェとかなんか遠距離系、あエリキか。さあエレキも反射されないんで強いね。さあ処理できたのはでかいよと。いやエリポンマジで置きたいね。ああヒースピ、ヒースピダメなんだ。
いやでも結構流れは悪くなさそうですけど、うん、工場来ないですマジ文句強すぎるんでね、まあそうなるよね。さあまあ耐えたいっすね、エリポンやっぱ強いんで。いや秒で溶かす、やった、これは決まった。さすがに今のマジでかいっすね。最多文句で反省したかったけど、マジフェニフェニ三子三子みたいなんで火力高すぎて、そこらも固まる前に溶かしていく。オッケー、いやこれちょっと怖かったね、エリポンのおかげみたいなところはあるっすね。あとフェニックス、サイクリプスは結構ねマルチ上位を取ってた気がするな、過去の栄光みたいな。47位か。さあ、まあ、そこそこにね、マルチのトッププレイヤーさ、さあ、7470なので、まあ、ここで、大トロ引けたら1回でいけるし、まあ、マジでテートルだったら2回だな。ちょっと75いっちゃいたいね、もう。さあ、ちょっと文句からの三子固めをやりたいんだけど、相手も文句いるんで、まあ、でも相手が文句いたとしても、僕の文句で返せるんですよね。相手の文句に俺の三重子の攻撃が反射されるけど、その反射を俺の文句で反射できるんで、言ったら文句三子 VS の相手の文句だったら勝てるんですよ。そう、突破できちゃうから、そこそう突破してしまえばね、相手はきついよね。とさあ、シャリンガン来た、よろしく。エリポン来ます、やば。まさかの始まりナンバー、コストない時にされると嫌だけどね。またバルーンとかあってはまあフェニックスあるんだね。まあこれはエリポンゴレっぽいな。うん、まあ、嫌だけど余裕で引きたいやつではない。まあなんか結構迷うんすけど、まあ最悪11交換でもいい気はするけど、うん、多分真っ向正面からねあんま守れないと思ったんですよ。耐える、いやこれででも1本取れてんな、俺からしたら美味しくて、まあ、ライドラがめんどくさいかな感じだけど、うん、いや一体にポンか俺も。まあまあさあ無理せずで、これ一回キングを
本気でやりに行ってもいい気がしますね。右に文句で相手も多分エリポン側にゴレだと思うんで、そうっすね。マジで文句3死すれば相手のタルババとかも全部跳ね返せるんで、まあダクプリとかが来るぐらいか。これでタルババを跳ね返せるんで、これこうするとマジ相手これ守れないんですよね。そうタルババ反射でさあワンパンで、マジこれがゴリ強え今のも本当はタルからのユニットとかでね怖いっすけど、ヒースピとかも絶対残るんで、さあ文句3子が激強の7496っすね。でまあ75から増えないんで、まあここ勝てばまあ言ったらね、まあ、今のクロノアの第一段階終了って感じかな。まあ75っすね。一旦言っとくだけでもうこのモードもやんなくていいんでね。さあツイッター、まあこのタイプではさすがに無視だな。おお同じ今んとこは、もしかしたらマジでアイテム3子かもっすね。まあ特別強いかって言われると分かんないですけど、まあ文句3子はねまあ殺人強い。おお全然違った。さあまあまあまあダメージ受けちゃうんですけど、人技か、まあダメージ受けちゃうけど結局エリポン受けてるんで、僕はこのデッキでもエリポンギーなんだ。おやってほしい。まあエリポンたまりそうだな今回の相手にも。やべやべ痛い、レイジが、レイジ痛いんでさすがに耐えます。はい、まあ、インドラとかありそうだったけどフェニックスですね。これマジアチャで近畿道してきたらもう偉い。あヒースピ跳ね返ります。さあリポンが溜まってる。ハイボとかあんのかなこれ。まあマジで勝つんでエリポン来ます。勝つためにね、攻めのエリポン。おてかな、そっちかいタゲ。俺の文句はもったいなくなっちゃうっす。まあ相手のあの止めれないっすよね。あ、文句のカウンターで止めれるのか。さあ強い。じゃあここに文句出してファイブをカウンターできればいいのか。遅れてからか。さあまあこれは痛い、仕方ない、行くしかない。めちゃんこ文句欲しい。さあ人技ちょっと嫌っすね。おいおい、なぜ7500からお前は使用している、一体なぜだ。さあというわけでラスト4話ね、また行こうかなと思いますんで、この文句ね3子皆さんもぜひやってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。ではお疲れちゃんした。